はい、皆さんこんにちは。今日はこの特に名前がない豚肉の煮たやつというのを作ります。はい、では作っていきましょう。まずはだし汁ですね。お酒と水と鰹節と塩が入ってます。これに適当な野菜を入れます。今回は玉ねぎと人参があったので玉ねぎと人参を入れます。この鍋はこのまま煮といて肉に行きます。では肉の方に行きましょう。今回はロースの塊を使います。全体に片栗粉をまぶしてごま油をひいたフライパンでとりあえず焦げ目がつくまで、表面に焦げ目がつくまで焼いちゃいます。縦にしたり横にしたり、とりあえず表面に赤みが見えなくなるまで全面を焼きます。はい、全体にいい感じに焼き目がついたら、今度は2センチぐらいの厚み、まあ、食べやすい大きさに切ります。ではこのミディアムレアな肉たちを鍋に放り込みます。はい、それでは醤油とニンニクと生姜を加えます。もちろんこれで終わりではありません。鶏ガラスープと味噌も加えます。はい、この後ひと煮えしたら保温調理器にお任せです。はい、これがね、一晩置いてね、また火にかけたものです。さらにネギとごまを足してあります。では今回も例によってコミちゃんに味見してもらいましょう。こんにちは。ご飯を食べて美味しいっていうだけのお仕事をやっているコミちゃんです。あ、美味しい、美味しいよ。これ前の鶏肉大根と同じ？ちょっと違うわね。さすがコミちゃん。前回はだし汁に醤油と味噌だったけど、今回はガラスープも加えてあるんだ。へえ、ガラスープね。お肉もホロホロって崩れるくらい柔らかいね。うんうん、美味しい。はい、ありがとうございました。はい、というわけで今回はこれまで。また見てね。バイバーイ。